はい、謎谷です。おはようございます。おはようございます。今日は朝から謎谷さんに早く起きてもらって西の宮にお買い物ドライブ行きます。はい、ではね完全に主導権奪われてます。はい、前々回喪失したものの物をね、皆さんのコメントをいただいてね、はい、あのスカーフを買ってあげて追い風となってね、もうはい、買いに行きますよ、ね。とりあえずね、朝からパン屋さんで寄ったんですけどもね、うん、その映像をね、ちょっと先にお送りします。はい、山のパン、うん、8時から18時、朝今8時ぐらいですんで、うん、駐車場空いてますけども、こちらのパン屋さんね、うん、小麦からね、自社で作ってはんねんて。へえ、外に食べれるスペースもある、うんうんうん。あれ何？薪ストーブ？あ、本当だ。すごいね、奥に見えてるね。今ね、春だからイチゴのデニッシュとかあるんや。ああ、そういうことか。はい。で、ソフトクリームもあってる。でもね、朝なんでね、あ、ほんまや。なんかストーブやな。まだ火が入ってないけれども。これ何？これ外で食べれるようになってる。うんうん。あるな。テーブル広いのな。こだわりの紹介とか。うんうん。自家製農場、無農薬小麦を作ってねて。うわぁ、すごい。サクサク、サクカリって書いてある。サクがいいよね。うん。ガリガリやん、これカレーパン、うん、すごいボリュームが。はい、でこれからね、うん、朝ごはんですよね。そうそう、モーニングを食べに行きます。評判のね、はい、お店探しときましたんで。ああ、はい、行きましょう。はい、もうお腹減ってますよね、うん。はい、行きましょう。さあ、駐車場はね、目的地のすぐ右手にありますんでね、うん、これかな。そうだよね、タイム。ちょっと私は離れたところで置いてしまったから、うん、はい、見ました、これです、ここです。自家焙煎コーヒー、コーヒー屋ドリーム入りましょう。うん、行ってるかな。あ、入ってある。あ、これはすごい少ない。うん。これしよう。コーヒーもポットな、ポットのと、あの、カップのね。うん。カーディア200円です。コーヒー。今日のおすすめ、グアテマラ。これやな。やはり日の憂鬱のね、うん、アニメですけど、それのね、うん、中身にこの喫茶店もアニメの中に入ってくるんだよな。アニメの聖地としてね、作家さんが西宮出身やね。うん、うん、ふわふわっぽい。それはソースは何味？ちょっと辛い。辛い？チリソースみたいな感じ。チリソースみたいな感じ。あ、珍しいね。そんなめちゃめちゃ辛いわけじゃないけど。これ美味しい。これ評判らしいよ、一番のここの。美味しい。ね。いただきます。うん、美味しい。美味しいやろ。チリソースあるんやね、これ。うん、この厚みね、分厚いね、うん、関西でボリュームいっぱいやね、うん、自家焙煎のコーヒーを、うん、すごい、うん、すごいいい香り、まあ、クリーミーやね、泡立ってて、うん、美味しいわ、美味しい？
いいモーニングやな。うん、紅茶の方はねポットやからね2杯分ぐらいあるから、うん、じゃあワッフル食べてみます。そう、今もね朝やけど満席でね諦めて帰られる方が出たぐらい。結構な量やな。うん、うん、ふわふわ、おいしい、おいしい、よかった。うん、もっと硬いかな思ったけどふわふわ、おいしい、うん。出来栄えはもう一つやけどね、はい、うん、この子たちご使用しました。はい、西宮ガーデンズはねこうやって大塩さんの曲がね流れるんですよ。ここがね嬉しい。このカラー前なかったね。2人やったらちょうどいいぐらいね。かわいらしい。これワンタッチかな。そうやな、ワンタッチやな。かっこいい。こんな形も知らんな。これもポップアップテント、結構スペース広さやね、うん、テーブルもあるしコットもあるし、うん、相変わらずなんかエアマットも付いてない。あ、ほんまや。これ何、これ、マット、ポンプ不要。あ、二つ折りのタイプだ、ファスナーで締めこれ畳むのね。コンパクトになってるな、面白いね。まあ、こんなマットも全部そうや、うん、うわ、3790円、ポンプ不要。これが分かりやすいわ。あ、ちょっとでもやっぱりあの、まあ締めてへんからあれやけど弱いな。シャボーカの寝袋やね、うん、あ、適温かいたら20度とか、うん、あっちの奥の本格的なのはちょっとな、大変そう。あれで空気入ってるね、全然硬い。硬っ、うまっ。こっからいるの、ちょっと、あ、ほんまやな、こっからやね。これのエアの棚、うん、空気注入式積み立て12900円。おしっこしてるな。しっかりしてる。でも風で揺れるでしょ、これ。あ、揺れそうやね。うん、中はすごい、もう荷物置き場になってるけど。広。69,000円。ネイチャーハイキング。この新製品。何すんのこれ。なんかようわからん、この製品。使い方は。これ鍋潰すんじゃない。数人分の料理を快適に調理って。あ、ここにほら真ん中にさ、ここになんか吊るしてなんか料理してんじゃない。こんな 高さで腰の上で、こっち小型があるな、17,000円。なんかすごいな、これケースが面白い形やな。あ、ほんまや、うん、あ、結構重たい。夜間があるやん、いっぱい。私夜間は前から欲しいな、ここの。すっごいな、ピカピカやな、うん、ロケットストーブか。あー、面白いね。すごい。2900円。ほら、感じ。うん、うん、ちょうどあれやね、蚊取り線香の王冠ぐらいの大きさ。いっぱいな。素晴らしい。知らんかった。あ、ほんまや。豚まん2個、シューマイ6個、餃子10個で1140円。はい、買いました。551ある時、551大阪府警って書いてある。本当や、なんで意味があるから、2つ分けね、はい、ちょっと待って、イロハのコロッケって、これイロハのコロッケ。あ、本当や、高槻の。え、一緒やってんや、ほんまや。次は、ゴーダソウル、うん、こんにちは。ああ、いい感じのアヒールやな。お客様、店舗の方に
白いご飯対話が4個でありますね。はい、あ、中阪神のカードはお持ちで、あ、持ってないです。失礼しました。はい、今日ね、大事な用事、相方さんのね、スカーフですけど、うん、ありがとうございます。ちょっと気に入ったのね、見つかったみたいなんでね。見つかったんです。はい、これね。はい、開けていい？はい。見たいでしょ？はい、はい、はい。今度は風に飛ばされんように、ね。飛ばされんようにね。はい。あ、うまいな。そう、しかもね、お安くなってて。はぁ。帆船のね、はいはい、ほら、模様のやつ。はい。はい。スター帆船ね。見て、いやいや、皆さんのコメントのおかげです。そうね、まあ、まあ仕方ないですね。そう、はい、はいはい、それとまあ言語ごうちとね、あと五座騒動ね、五座騒動とね、お土産ですけども、はい、これはね買いました。はい、はい、そんな感じの大満足。はい、今日は一日でした。最後まで視聴していただきありがとうございました。ご機嫌です。ありがとうございました。ではでは。